ジョージア州の高校で生徒が銃を乱射し、4人が死亡、9人が重軽傷を負った事件。事件の詳細が明らかになり、逮捕された犯行を実行した生徒とその父親が裁判所に出廷しました。アトランタの東に位置するウィンダー市の高校で4日水曜日発生した銃乱射事件で、死亡した生徒2人を含む4人の身元が明らかになりました。メイソン・シューマー・ホーンさん14歳、同じく14歳のクリスチャン・アングロさん、ともにこの新学期からハイスクールに入ったばかりでした。数学教師でフットボールチームのコーチも務めていたリチャード・アスピンウォールさん39歳、そして数学教師のクリスティーナ・イリミーさん53歳です。犯行に及んだ14歳のコルト・グレイ容疑者は、その犯行の凶悪性から成人として裁判にかけられることが決まっていますが、死刑は求刑できないということです。 The penalty for the crimes for which you are chargedDoes not include death. 父親コーリン・グレイ容疑者54歳も4件の第2級殺人罪などで逮捕・訴追されています。逮捕状によりますと、コーリン容疑者は息子が周囲に危険をもたらす可能性があると知りながら銃器を持たせたとしています。コーリン容疑者は去年12月、息子へのクリスマスプレゼントとして犯行に使われた AR-15 型半自動ライフル銃を購入したということです。 FBI 連邦捜査局は去年5月に学校での銃乱射をほのめかすインターネットへの書き込みで、息子のコルト容疑者と家族に聞き込み調査を行っていました。一方、事件のおよそ30分前、コルト容疑者の母親が学校に電話をし、息子が危険な状態で緊急で息子を見つけて確認するよう警告していたとメディアが伝えています。学校の警備員2人が現場に駆けつけ、ライフル銃を手に持っていた犯人を拘束したということです。We go to work every day prepared with a vest. We go to work every day armed. Those teachers don't. They don't. They go in preparations to teach a child how to make it in the world. All of us have. Those teachers are heroes too. Those kids are heroes.